ですけど、勝つチャンスはあったと思うので負けたのはすごく悔しいです。自分はなんかリードした時に結構頭が真っ白になってしまって、で今日もまたいつもみたいに頭が真っ白になっちゃって、攻撃するチャンスはあったんですけど、そこでも弱気になって入れに行ってしまったので、そこが悪かったなと思います。たくさん試合に出させてもらって、まだ勝つことができていないので、勝ってまず1勝してチームの勝利に貢献したいと思います。応援よろしくお願いします。11点になった段階でこのゲーム、相馬ラリーが続く、際どいところ、ドライブ返す、アウト。非常に素晴らしいラリーでした。はい、ジェンデー選手も打ちたいところを我慢してつっついて、そしてまたチャンスボールを作る、はい、一方相馬選手も苦しいけどもコース取りですね、大きいコース取りをしたんですね。この第4マッチはですね、非常に見応えのあるいい試合だったと思います。最後の最後までですね、もつれる試合、相馬選手も負けはしましたけれども自分の持ち味十分に発揮したと思います、はい、ただやはり競った場面でミスしてしまうとやはり勝ちに結びつかないので、そこはやはり経験でですね、これからつなげていってもらいたいなと。